皆さんこんばんは。時間は25時、深夜1時となりました。インター FM897 からお届けしているミュージックトラベラーズセッション、本日は記念すべき第1回目の放送です。 DJ は私たち英子とエリコが務めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。そしてただいまお聴きいただいている曲なんですけれども、私たち英子とエリコの代表作グリッターでございます。はい、ではこの番組では音楽を巡る旅の夜話をコンセプトに、アメリカのバークリー音楽大学在学中に結成し、帰国後音楽家としてデビューした私たちの音楽を巡る旅の物語を幅広い音楽とともにお届けをしてまいります。本日は初回の放送です。はい、英子とエリコの英子です。愛知県名古屋市出身、趣味は食べること、散歩をすること、アニメ鑑賞です。よろしくお願いします。いきなり自己紹介始まったんで、ちょっとあれちょっとあのそうです、はい、私たちそうですね、英子とエリコというユニットで活動してまして、まあ、そもそもじゃあ英子とエリコどんなユニットなのっていうと、ピアノ連弾とドラムというシンプルな構成で、クラシック、ジャズ、すべてのジャンルを垣根を超えた音楽を使っているユニットですね。はい、今自己紹介してくれたのが英子です。はい、英子さんでした、はい、食べること趣味食べること散歩することアニメを見ることです。2回言った英子さん、はい、エコとエリコのエリコです。 R が入ってて背が高い方が私です。趣味は最近は、料理が趣味なんですけど、最近ちょっと気になってる家庭菜園を始めようかなと思ってあのプランターを昨日買いました。そしたらそうトマト育てようと思ったんですけど、結構土が売り切れてて、今始める方すごい多いみたいです。土ね、持ってるからあげる。あ、大丈夫ですそう、サボテン育ててるじゃん私、はいはいはい、あの土余ってるんで足りなかったら言ってください。あの昨日ポチっちゃった、ポチっちゃった大丈夫です、すいません、ありがとうございますサボテンなんですね、サボテンなんですよ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこの番組で何を話すかというと、まあ、私たちが出会ってバークリー音楽大学に留学してユニット結成して音楽家としてデビューした私たちのさまざまな土地での経験した、出来事を各回テーマに沿ってお話をします。今日は出会い編ということで、私たちの出会いをメインに話していきたいと思います。はい、そしてですね、この番組では皆さんからのメッセージをツイッターで募集しています。ツイッターハッシュタグセッション897、ハッシュタグセッション897でぜひつぶやいてください。待ってます、待ってます。ではじゃあ私たちの出会いの前に、はい、そもそもじゃあなんでバークリーを目指したかってところなんですけど、はい、そうですね、なんか私3歳の頃に親にあの音楽教室、山音楽教室に連れて行かれたのが、連れて行かれたのがあの音楽を始めるきっかけだったんですけど、はい、まあそこから普通に、まあ、よくあるピアノただ習ってる女の子だったんですけどまあね、中学校とか吹奏楽やったりとか、はい、サックス吹いたりとかね、大きいサックス吹いてたんですよね。そう、バリトンサックス吹いてたんですよそうそう、なんでバリトンサックスになっちゃったんですか。じゃんけんに負けたからですね。なっちゃったっていうとすごい悪いんですけどなんかほら英子さん小さいからすごい大変そうだったと思って。そうなの、なんかサックスセクションに男の子がいたのにじゃんけんに負けて私が一番でかいサックスを吹く羽目になったんですけどまあね、そんな感じでちょっとあのピアノ以外の音楽もやったりしてたんですが、まあ、ちょっとクラシックを真面目に勉強しようと思って、東京の武蔵野音楽大学というところに進学してあのクラシックを勉強してたんですよ。で大学寮に住んでて同じ同室の先輩がすごいジャズをよく聴いてて、はいはい、でそこで初めてジャズを聴くようになって、自分で CD を買いに行くようになったんですよ、ジャズの。おうおうおう。でそこで初めてなんかビル・エヴァンスとか、うんうん、キース・ジャレットとか、まあ、あとはクインシー・ジョーンズさんとかパット・メッセニーさんとか、まあ、ジャズの大御所の方の音楽に出会って、うんうんうん、であすごいこの人たちなんでこんな音楽できるんだろうって、なんかいろいろインタビューとか見てたら皆さん結構、まあ、多くのジャズミュージシャンがバークリーで勉強されてるのを知って、うん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 、あどんなとこなんだろうなって思ったのが私はきっかけだったんですけ ど、 あ、エリコさんどうだったんですか。私はなんかこうバークリーに行く前、行くバークリーを目指すっていう前にそもそもなんかすごい留学したいっていう気持ちがずっとあって、うんうんうん、なんかバークリーじゃなくても最初は良かったんですけど、ヨーロッパとかも考えたんですけど、うんうんうん、なんかまあ
あのジャズ勉強していくうちにバークリーがいいなと思って、はいはい、バークリーに行くことに受けようと思ったんですけど、その時に、はいはい、当時自分が3歳から習ってるピアノ教室に行ったら、うんはいはい、その受付のおじさんに私3歳の頃から留学するって言ってたんですって。すごくない それ留学したいってずっと言ってたよねって言われて、それは記憶にないんですけど、すごいなんか羽ばたきたい欲が強かった。すごいね、私3歳の時に留学っていう言葉知らなかったよ。いや留学っていうワードでは言ってないと思うんですけど。あ、なるほどね、あの外ね、なるほどね。それは3歳の子供が私留学するって言ってたのに語彙力なんかすごいなと思ってなるほど。でもなんかだとしたらもっと英語とか頑張ればよかったね。なんでなんですかね、なんかそれはちょっと分かんないですね。いやそうだったんだね、その話は初めて聞いた今日。ちょっと私もびっくりしましたじゃあ私たちの出会いがいつだったかというと、そうなんですよ。だからちょっとさっきの話に戻りますけど、私がそうやってそのジャズを初めて聞いて、うんうん、バークリーっていうものが学校があるって知って、ちょっとバークリーのことももっとよく知りたいと思ったから、その卒業生がやってる音楽教室にまずは足を運んだんですよ、うんうんうん、そしたらねエリコさんがいて、そうなんですすごいあの気の強そうな女の子がいるっていうのが第一印象だったんですけどね。絶対言われるんですよ、なんか気が強そうって絶対に言われる。あと性格が悪そうとか。いやそれは思ってないよ、それは思ってないけど怖そうとかそう、まあそこでね2人ともあのバークリーの受験対策みたいな、まあ普通にどんな学校なのかとか卒業してる、うんうんうん、あの先輩にいっぱいお話を聞いて、いろいろあのね勉強して、なんか2人で受験の前ね、そう一緒にティータイムがねありますね。そうそうそうなんか先生が気を利かせて私と英子さんのレッスンを毎回前後にしてくれてたんですよ。だからレッスンが終わると英子さんが来て、そう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 、ちょっとみんなでお話しして情報交換して、すごい優しそうなお姉さんだなと思ってたんですけどいやでもそう、実はあの私が本気でバークリーを受験しようって決めたのは本当にエリコがきっかけで、こんな若い子が自力でねバイトしながらお金貯めて行こうとしてるのを聞いて、最初はあの本当にバークリーってどんなとこなんだろうとかジャズを勉強しようぐらいの気持ちで私はそこの教室に行ったんですよ。そしたらもう意志の強い気の強い話を聞いて、わすごいなこの子のパワーはって、私もなんか負けてらんないなじゃないですけど、すごい勇気をもらって決断できたのが本当にこの時の出会いがきっかけなので、私はエリコと出会ってなかったらバークリー行ってなかったかもしれないいやでも私もあの時あの英子さんの情報収集力にびっくりしたいつもすごい調べてるんですよ。なんかそのそうだったっけ、そうなんか全然覚えてない。私結構なんかバークリー行きたいっていう気持ちがすごい前に出てたけど、じゃあそれに関わるなんかこうじゃあ受験のこととか行ってからのこととか全然わからなくて、で英子さんはなんかニューヨークに行ってたんですよね。そうそれで結構こうなんかアメリカ生活のこととかお金のこととかすごい教えてもらいながら、ちょっと英子さんがいなかったら私はアメリカで野垂れ死んでたかもいやいや、またねこのアメリカに行くまでの間に私の印象がガラッと変わるエピソードがいっぱいあるまあ、でも私結構アメリカに行くまでは英子さんのイメージってすごくしっかりしてるなんか綺麗なお姉さんっていう、なんかちょっと笑い声聞こえてくるの大事ですすいません、めっちゃ爆笑しちゃいました、ごめんなさいそんな感じでしたけど、はい、じゃあね、あのこの番組ではせっかくなので毎回私たち英子とエリコがそれぞれ影響を受けた楽曲を紹介していきます。初回は英子さんのセレクトです。じゃあ紹介をお願いします。はい、ずっとクラシックをね演奏していたとさっきお話ししましたけれども、楽譜通りの音を弾くことが絶対の世界であるクラシック音楽の世界から自分で一から音を作り出していく即興演奏や、作曲の魅力を知るきっかけとなった曲です。キース・ジャレットのアルバムフェイシング・ユーよりインフロントです。どうぞ。はい、キース・ジャレットのインフロントをお届けしました。いかがでしたでしょうか。
実はこのフェイシングユーのアルバムの中に収録されてます、スターブライトという曲を私は実はあのバークリーの1回目の受験で演奏したんですよ。覚えてます。そうそう、エリコの前でもね何度もあの弾いて弾き合いっこしたんですよね。そう、受験前に。そうなんです。あの受験のね緊張感を慣れるためにね、弾き合いの練習とかをそのバークリーの卒業生の先生のお家でしたりとかしてましたね。してましたね。結局そう、私たち2回全部でバークリーを受験してるんですけど、うんうん、1回目はね結局なんかどういうものが出るのか、うんうんうん、受験に出てくるのかわからないから、はい、幅広く対策しましたよね。いろいろやったね。もう英語もそう、受験なんですけどね、あの大きく2つに分けて、うんうん、実技試験と面接がありまして、うんうんうん、面接、あ、まあ実技もそうだけどもちろん英語でね受けなきゃいけないっていうのもあって。そうなんですよね。なんか私その、うん、これなんかある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 中学生あるあるだと思うんですけど、うんうん、なんかこう英語はできるんじゃないかと思ったんですよ。なんかそれ全然あるあるじゃないと思う。あるあるじゃないかな。なんかアメリカとか行ったら英語なんか喋れるだろうって思ってて、はい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 、なんかそのまあもちろん英語の勉強対策ずっとしてたんですけど、うんうん、なんかその1年ぐらい英語の勉強したぐらいじゃ、まあやっぱりなんかそんなペラペラには全然ならないじゃないですか。まあね。そう、それであのインタビューがね、英語のインタビューがあって、うんうん、まあ、そこで英語力を測られるとともに、まあそのバークリーなんで受けたのとかいろいろ聞かれるじゃないですか、うんうん、で初めての時に行って、うん、部屋で1対1で話す時になんかその面接の相手がちょっとおじいちゃんみたいな先生って英語でわーって言われた時に分かんないから何言ってるか分かんなくて、で何て言ってるか分かりませんっていうのを4回ぐらい言ったんですよ。そしたら君はもっと英語を勉強しなさいって最後言われて、すいませんごめんなさいいやでもあれなかなか緊張するよね。緊張しますね。いやでもね、あの私ほら日本の音大も受けてるから音大受験2回目ってことになるでしょう、うんうんうん、やっぱりねアメリカ人の先生たちだからすごい陽気ではあったよね。あ、なんかそうですね、あの実技試験の方はめちゃめちゃ陽気でイエーイみたいな演奏するとかもいいねみたいな未だに覚えてるんです。実技試験がホールの中であったんですけど、そこを5人ぐらい外で椅子に座って順番に待ってるんですけど、うんうん、それをなんか見張ってる先生がいて、うん、いたいたその先生がすごいなんかでかくてめっちゃスーツ着てなんか黒人の怖そうな先生がすごいボソボソと英語で、俺は昨日納豆食べたいやすごい、でもいいよね、あのリラックスできる。そうそうそうどういうことと思ってそうなんですよ。だから受験はそのわざわざアメリカからね、バークリーから先生たちが日本にいらして、うんうん、で試験も、自由曲もあったり、うんうん、ね、即興の試験とかはその先生たちと一緒に演奏したりとかっていうので、そうそうそう、あのね、技量を図られるっていうところだったんですけど、 そうなんですよ。それ受験をすると、うん、まあ、まずその合格したかどうかっていう通知が来て、今度はその奨学金がいくらもらえるかっていうのがね、そう来るんですよね。シビアに一人ずつこれが額が違いまして結構小刻みにありますよね、あの額が小刻みいやもうとにかくね学費が高いんで、この奨学金がもらえるかもらえないかがすごい死活問題なんですよ。私今日実は調べちゃって。学費ですか。学費、そう、今ねもう1セメスター1セメスターって日本でいう1学期分です。1学期分、12,860ドル、日本円だといくらだ、130万ぐらい。ざっくりどんぶり勘定だけど、で大体まあ1年にあの2期ぐらい、2セメスターぐらいは最低取るし、3セメスター取る子もいるから年間すごいことになりますよ ね、学費。そうそう、なんで私たちはなるべくここをちょっとコストカットしたくて2回も受験したわけですけど私も1回目はね半額ぐらいまでしか取れなくて。そうでしたね、なんか同じぐらいの、ね、うん、額だったんですよね。そうそうそう、なんか私たち2人とも自費であの学費を払っていこうって言ってたので、まあ、目指してたのはその満額奨学金だったんですけど、まあ、満額はなかなかちょっと遠くて1回目が半額ぐらいで、まあちょっとこれだと厳しいかなっていうことで、バークリーの場合は1回受けて、まあそのじゃあ合格ってなった後は
その後も無料で何回か受けうることができるんですよ。それで2回受けようっていうのを決意して、うん、で私が決めたら、それ英子さんからも連絡が来て、英子さんも2回受けるって聞いて、すごい、うんうん、もう超心強かったです、ね、それでね本当に同じタイミングで留学することができて、そうそうそう、ね、2回目もそう2回目はねお二人ともなんかもうちょっと額が上がったのでいけるかもってなってそれで同じタイミングで入学することができるようになって、私はすごい心細かったんで英子さんにあの一緒に住んでくださいっていやそうね、いやでも私も本当に助かりました。なんかもう本当に学費もそうだけどとにかく物価が高いから家賃とかもとてもじゃないけどその日本のいわゆる一人暮らしみたいなのはなかなか難しいよね。ワンルームでいくらよ、10万円ぐらいする向こうもっとするかな、もっとしますよね、1000ドルじゃ済まないね、1500ドルとかするんで、私たちはあのさらに音楽仲間を集めてルームシェアという形を目指したんですけど、うんうんね、とんでもないところに住みましたよね。とんでもなかったね、なんかもうボスあのなんだった、なんかボロボロのお家のなんか一軒家の2階部分を借りたんですよ。なんかあの中国の方が大家さんで、うん、まあ、優しかったけどね、なんか君たち女の子だから鏡プレゼントしてあげるとか言ってお互いの部屋に1枚ずつ姿見をこうつけてくれたりとかはしたけど、それでなんかお金がなくて家具が全然買えなくて、ベッドがねまずエアベッドだったんですよね。そう20ドルぐらいでね、そうそうそう、あのプールの浮き輪みたいなのあの想像していただいたらいいと思うんですけどなんかずっとこう浮いてるみたいな感じでちょっと酔うんですよね。いやベッドはまだマシ、机は私たち段ボールでしたから、段ボールであの自作して、うん、あのダイニングテーブルみたいなのを作って生活、そんな生活をねそうですね始めたわけですけど、いやでも大変なんですよね、その日本にいながらじゃあボストンに何日に行きますってなってもボストンの家を日本で探さなきゃいけないから、うんうん、そうすると基本的にはネットで探すんですけど、うんね、詐欺とかがすごい多いんですよね。結構あの友人とかは詐欺に遭ってました、うんうん、なんか敷金払うだけ払って当日入れないとか、ね、どっか行っちゃうとかねあるんですよね。写真がで全部デタラメだったとかすごい多くて、私たちも何件かいいなって思うのはあったんですけど、そのな、ね、あの、うん、ちょっと会ってからじゃないとっていうので、うん、そうだから初めはね、そのいきなり住むんじゃなくて Airbnb って今もありますけど、うん、なんて言うんだろうね、普通のお宅にちょっと一部屋借りてじゃないけど1週間ぐらいそこにエリコと2人で、そうそうそう、タイの方の夫婦夫妻のお家にお邪魔になってちょっと怖かったの覚えてます？覚えてる覚えてる。他の部屋にまた違うカップルがいたんですけど、すごいそのカップルが深夜にめちゃめちゃ喧嘩して、そうなんかなんかボコボコボコみたいな感じで、でね、お風呂が共有じゃない、そう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 、なんか今行っていいのかなみたいなそっと開けたり、そうそう、すごい怖い、そうめっちゃこう会ったら嫌だなみたいな、ほとんど会ったことなかったけど同じ部屋に住んでた、うん、でもその家すっごい綺麗だったんですよね。綺麗だったね。私はやっとアメリカ生活に来たと思ってすごいそのなんかルンルンだったんですけど、うんうん、いざね、うんうん、自分たちが住むってなったらもう駅から徒歩何分ですかあれ、あの15分徒歩坂登って20分ぐらい行く、すごいなんかそう洗濯機もなくて20分あのコインランドリーまで歩いて1週間ね洗濯物食べてね、あしんどかったですね。週に1回のイベントでしたもんね、みんなでこう抱えて30分山を下るみたいな。そう本当にそんな立地のお家しかちょっと私たちの経済力では住むことができなかったんですけど、家傾いてたしね、なんか家傾いてました、なんかこう、ま、丸いものを置くところ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 がってそう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 ちょっと危ないとこでしたね、そこはね、なんかね、うん、そうだね。なんか他にバークリーに行くまでの準備で大変だったことってあります？だからネットをさあの契約してなかったから Wi-Fi をずっと探してたじゃんそうだそう、ずっと Wi-Fi がなくて、でもその学校のいろいろ入学手続きみたいなのもしなきゃいけなくて、そうそうそう、毎回スターバックスに行かなきゃいけなくてずっとスタバにいたね。でもスタバも高いから私たちすごい貧乏だったんで、なんか携帯をこうやって持ちながらWi-Fi Wi-Fi スタバの前とかスタバの前とかでこっそり使う、あダメダメだ
って言って、でもアメリカって結構 Wi-Fi が飛んでるんですよね。そう、公園とかね、そうそう、公共の公園とかにも飛んでるし、だから、ね、駅とかでも、そうそう、2人でこう Wi-Fi を探しながら、なんかいつかファインディング Wi-Fi っていう曲作ろうっていう話をずっとしてるんだよね。結構印象深い、その Wi-Fi を探すっていうイベントが作ろっか、ファインディング Wi-Fi 作ります。いいですね。どんな曲になるのかはちょっとわかんないんですけど、さまよい続ける曲だから、もうキーがめちゃめちゃみたいな。確かに私得意分野です。そうですね、なんかこう出口がないみたいな。そうそうそう。英子さんは結局最後までファインディング Wi-Fi だったんですか？あ、ずっとファインディング Wi-Fi 民でしたね。最後まで契約せずに、いや途中でほら家でちゃんと Wi-Fi は、家の Wi-Fi は契約したもんね。でもあれですよね、だから道中とかもずっと、ネットがないんですよね。そう、だから今から1時間あの通学中は連絡取れませんって友達に言って、よくあのエリコの方に英子さんが来ないっていう連絡が。そうそうそういやあれはちょっと不便。なんか日本に帰ってきてから、なんかネットがあるってこんなにね、繋がってるって便利だなと思いましたよね。本当にそうだね。いやなかなかちょっと話は尽きないんですけれども、はい、はい、えことえりこのインター FM ミュージックトラベラーズセッション、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。第1回目出会い編、お楽しみいただけましたでしょうか？なんか出会い編からちょっと脱線しちゃったんですけど、次回はですね、いよいよボストン編でもっとですね、詳しくアメリカ生活についてお話をしていきたいと思います。はい、この番組では皆さんからのメッセージをツイッターで募集しています。私たちへのメッセージ、リクエスト曲などありましたら、ツイッターハッシュタグセッション897、ハッシュタグセッション897でぜひつぶやいてください。皆さんからのたくさんの感想をお待ちしております。最後にでは1曲聴きながらお別れしたいと思います。英子とエリコのファーストアルバム、グリッターよりナイトアウル。はい、この曲は私が、バークリーの先お話ししたオーディション用に作った曲を、英子とエリコバージョンにして、作った曲です。ぜひ聴いてください。